国立教育政策研究所は教育政策に関わる調査研究を行うために日本の文部科学省に置かれている研究所である。国立教育政策研究所は文部科学大臣の所轄のもとに文部科学省の本省に置かれている施設等機関である。国立教育政策研究所は教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査。 および研究に関する事務を司っている。国立教育政策研究所は、文部科学省に必要な調査研究を行うとともに、学校教員をはじめとする教育施設職員向けの研修なども行っている。国立教育政策研究所は、2001年1月に改祖再編される前の国立教育研究所の後ろ身の組織である。 国立教育政策研究所の大半の組織は、東京都目黒区下目黒に置かれ、その他に一部の組織が、東京都千代田区丸の内と東京都台東区、上野公園地区に置かれていた。2008年1月に、文部科学省の新庁舎完成に伴い、目黒区下目黒、千代田区丸の内にあった組織が、文部科学省本省と同一庁舎の千代田区、霞ヶ関に移転し、 東京都台東区上野公園地区はそのまま存在している。国立教育政策研究所には評議委員会が置かれ16人が選任されている。評議委員会は国立教育政策研究所の事業計画、経費の見積もり、人事その他の運営及び管理に関する重要事項について国立教育政策研究所の長に助言する。うちは所長就任前の役職。 ありがとうございます。